ただいま。あれ？みんないるの？おーい。カレーの匂いがするね。カレー？カレーの匂いがする。それが。お隣さんカレーかな。カレーの匂いする。うん。いいよ。あ、あれだったな。そうだね。ハンドル動かせない。この機能大体まあ4000。このパッドだけで？このパッドだけで？このパッドだけで？まあコーチも含めて。ああ。コーチがいくらですか？コーチが。これでも六角なんで外そうと思えば自分的にそうですね。まあ、その後の取り下が、まあ、調整は必要なんで、はい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 、一応使用交換は はい、ありがとうございます。ありがとうございました。決めたのもう閉店だから行きましょう。これ交換しないとね。帰ってからするか。ブドウか。このメロンもいいんじゃない。メロンじゃない。なんか高いキャベツちょっと。90円とかあるからね。出しといていいよ、しまうから。すごい。あ、結構ゆるく取れる。あ、調整ってそういうことか。その高さとかをちょっと。はい。で、新品を持ってきましょう。おっと。うん。はい、はい、めっちゃゆるいな。めっちゃ重なってるな、いっぱい。そうだね、どこからどこなんだろう。オッケー、細い細い、中ぐらい。わかる？はい、いい？オッケーいいよ、はい、話してで、調整しないとね。高さと、あとこの前後みたいなのもあるとかね。これでも気をつけないとね、確かに。確かにちょっと難しいね。なんかわあ、帰ってきた。帰ってきた。えぐ。もうちょっと走ってみたら向こうまであっと行って。大丈夫？大丈夫？あ、よかった。オッケーオッケー。事故したらマジで怖いもんね。これ2000円浮いたね。
セーブだね。うん。セーブだわ。よかった。完全にセーブてるこれは。よかった。いいねー、うん、これをね、ちょっと洗って、はい、ラップがないけど、紳士で忘れちゃったかも。いや、もっとやばくなってよかったね、本当だ、ちょっと結構やばいかなと思ったんだよね。終わってる後にもなんなそうだね。うん、なんか大丈夫だと思う、それだと綺麗だね。これ、沸騰したら入れて、こっちから入れて、はい、はいはい、次は、はい、次は肉をやるから、はい、で次はそのホットプレート、ホットプレート、はい、ホットプレート出ます。どう思う？50メートル走ちっちゃい方でいい。はい、50メートル走して筋肉つのんでずっとさーっと、あ、生肉だから、生肉を使えないから、はい、水につけてください。はい、すいません、失礼します。はい、通ります。あ、全然全然全然、そう、このぐらい、ここは硬いから、こんなぐらいに上げる。で、あとこっからはこの辺かな。うん、言っちゃうね、そういうの。ごめん、俺食べるときにこんぐらいのちっちゃさがいいから、こんぐらいにしちゃったから、うん、いいよいいよ、よし、透明の。早くないか、じゃあこの油ちゃう？肉だ。ええ。こうな。こっちの方がやり方。うん。なんか少し前なかったっけ？うん。誰かの手作りやった。まあそうじゃないな、まだ。なんか言われたんだよ。あれ？違うね。違うね。あ、27、8から。何が？ゴールデンウィーク。あ、キョムちゃん。あ、キョムちゃん。キョムちゃん。キョムちゃんは自由にしよう。あ、分かった。あ、ゴールデンウィーク。あ、ゴールデンウィーク。いいね。いいよ、それ。話して。はい、じゃあ食べようか。はい。はい、キャッシュください。はい。いただきます。いただきます。これはいつかけるの？あ、ここに入れて、これ混ぜちゃうと早いんじゃないですか。うん、そうか、混ぜる、混ぜようぜ。いいですか、混ぜる。そうだよ、混ぜよう。うん、そうだよね、どうせ混ぜるし、うん、混ぜる。あー、すごい、ブルンダの味だ。バイバイ。それはうまそうだ。うまっ。混ぜたら混ぜすぎ。あの、卵高いから。そうだな、解説通りだね。うん、オッケーです、ありがとう、うん、あ、うまっ、キムチ入れてほしい。ちょっと入れてみるか、うん、明日の朝ごはん、俺の明日の弁当にしてよ、こちら。いいよ、めっちゃ助かる。俺めっちゃ助かるよ。でもさ、俺車よりさ、やっぱさ、男の憧れの中型を取りたくなっちゃうんだよね。いや、車の方がかっこいいと思う。知るバイク。いや、さ、車の方がみんなとさ、どっかいろんなとこ行けるからよくね。そうだけどさ、お父さん、本当に田舎のやつ的には、うん、クソ魔獣だったんじゃないの、うん、友達いなかったから。いや、嘘も一人はいたよ、一人ぐらいは。覚え、名前覚えてないけど。かわいそう、もうそれは。ひどい。まあ、浅く広くの人もいるし、ね、うん、嘘は浅く狭く終わり終わり
じいちゃんばあちゃんがいたから。そうだよね。若すぎる。一番いいそれが、うん。めっちゃいいわ。昔の一人って何やってたの？今だったらゲームあるけど。昔の人は何やってたの？あ、違う。昔の一人って。みんな本とかなのかな？さ、本読むんですよ。シャーロック・ホームズみたいな。だからスマホがなかったじゃん、父さんの時代は。ない。本読んでたってこと？本読むしかないじゃん。みんながみんな？みんながみんな？いや、みんなの友達がいたから、友達と場合は。あ、ごめん。他のぼっちは何やってたの？ぼっち、外見たりとか。やめたれって。だって自然豊かだからさ、うん、考えてしょ。そういうこともあったかもしれないね。じゃあ入っていくよ。はい、せーの、手合わせください。せーの、せーの、じゃけんかな。いいけど、ごめんごめんごめん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょっとそして今からじゃけんしない。え、これは入れる入れない、どっち？右でどっち？右。右？オッケー。右でいいな。取れたもんかない。これで。よし。頭いいかな。もっといいわ。うまい。うまい。めっちゃ面白い。あ、すいません、手で全部かけてますね。じゃあこう持っていただけるとすごく幸いです。めっちゃ綺麗。おぴょっ。でも1個割れたからないわ。でも1個割れたんだよな、買ってきたのが。三男子が壊した。めっちゃうまい。飲んで、とにかく飲んで見て。失礼します。失礼します。まず、顎にでもいいですか？ちょっと映ってるその前で。いくよ。いくよ。はい。あー！どうやって測るかって話やね。23、何月？ 4 月？ 25。23年こんな感じ、はい、え、こんな差がある。これ父だからね。これ165だから、これこの差175だから。いくよ、うん、高すぎやん。やっぱ10センチぐらいあるから175でしょ。お父さんも165ったけど164かもしれない、もしかすると。嘘ついた可能性があると。